登山の魅力に取りつかれた芸能人16選。皆さんこんにちは。登山といえばどんなイメージを持っていますか？険しい山道を汗だくで登る、過酷で大変な運動、そう思う人も多いでしょう。でも実はそんな登山の魅力にハマっている芸能人が意外とたくさんいるんです。今回は山の頂で感じる達成感や大自然の中で味わう癒しを求めて登山を趣味にしている芸能人たちをご紹介します。彼らの体験談を聞けばあなたも山登りしたくなるかも。意外な一面を持つ16人の芸能人たちの登山エピソードに迫ってみましょう。阿部寛さんといえば今年60歳還暦を迎えたのにもかかわらず端正な体つきで有名ですよね。テルマエ・ロマエでも筋骨隆々なボディを披露されています。阿部寛さんが本格的なトレッキングに挑戦したのは番組のロケで行ったヒマラヤが最初とのこと。雨や風がひどく大変な道のりだったそうです。近年ではカメラを持って山に行くことも増えたそうで、特に雪山の写真を撮るのが好きらしく、人間の力を超えた生命力を感じるそうです。登山の醍醐味を一番感じるのは雪山とのことです。阿部さんの登山への情熱が写真撮影という新たな趣味にまで発展しているのが興味深いですね。雪山の魅力を感じ取る感性が素晴らしいです。永山瑛太。俳優の永山瑛太さんも登山好きを公言しています。過去にトレイルランの大会にエントリーしていたり、最近はご家族でハイキングもされているほど自然が大好きだそうです。そんな山好きの永山さんですが、あるテレビ番組で九死に一生を得たエピソードを語っています。冬の北岳に登った永山さんは下山中に近道をしようとしたところ、雪解けの道で何度も落ちそうになったとのことです。登山道具も何も持っていなかったため、お尻で滑るように慎重に下っていきました。2時間ほどかけやっとの思いで安全なポイントまでたどり着くと、別の登山客にこの時期はここで何人も死んでいると言われ、肝を冷やしたそうですよ。この危険な体験から山を舐めちゃいけないと気を引き締めたそうです。永山さんの危険な体験談は山の厳しさを改めて感じさせますね。この経験を生かし、より安全な登山を心がけているのでしょう。家族でのハイキングも素敵ですね。岡田准一。 V6 のメンバーである岡田准一さん、プライベートで登山が趣味です。登山は高校の同級生である高橋一生さんに誘われて行き始めたそうですが、今では西穂高岳も登るほど登山が大好きなのだそうです。登山を楽しんでいる一人としてよく知られています。岡田さんといえばストイック。やはり山登りもストイックで、ほとんど休憩なし、その上無言で登山を楽しんでいるとのことです。岡田さんらしい登山方法ですよね。まるで修行僧です。岡田さんの登山スタイルは彼の真面目な性格そのものですね。無言で登る姿は山との一体感を感じているようで素敵です。鶴野武。俳優の鶴野武さんは多趣味で知られていますが、登山もお好きで SNS にはお子さんたちと登山しているところを頻繁に投稿されています。登山やキャンプから帰宅して楽しみなのが靴磨きだそうで、土まみれだった靴がだんだん綺麗になっていく様が何ともたまらん。さらに愛着も増して、何より次の機会が楽しみになりますと語っています。鶴野さんの家族で楽しむ登山スタイルがとても微笑ましいですね。靴磨きへのこだわりも登山への愛情を感じさせます。高橋一生。アウトドア好きで有名な高橋一生さん、海外の名峰を登ったり数日間の縦走をしたりと、なかなか本格的な登山家です。そんな高橋さんが登山をする理由は何もしないをするためだそうです。自然の中で他のことを考えず何もしないでいる時間が好きで、自然の中にいる時に生きていると実感できるのだそうです。高橋さんが岡田さんに山登りを勧めたというエピソードも仙人のようになっているところもあるけれど、岡田さんからは山登りの先生とも呼ばれています。高橋さんの登山哲学が深いですね。自然の中で何もしない時間を大切にする姿勢は現代人に必要な心のリフレッシュ方法かもしれません。釈由美子。芸能人山ガールの筆頭といえば釈由美子さん。登山番組がきっかけで山登りに夢中になり、ブログなどにもその様子をアップしています。雪山でバックカントリースキーのロケをしていた際に骨折し、
レスキュー隊に救助された体験談も投稿されています。朗らかなイメージとは裏腹に、なかなかの修羅場も経験している様子です。実は釈さんのお父様も登山を趣味としていたらしいのです。もともとあまり仲の良くない親子だったのですが、登山を通して仲直りしたという経緯もあるのだとか。2015年のゴールデンウィークにはお父様の遺影を背負って北アルプスの奥穂高周辺をトレッキングしたことが話題になりました。釈さんの登山への情熱が伝わってきますね。危険な経験を乗り越え、さらに親子関係も改善できたというのは登山の持つ力を感じさせます。遺影を背負っての登山は感動的です。川田博美。フリーアナウンサーの川田博美さん、テレビなどで登山が趣味だと公言しています。初めての登山は2017年、それ以降ブログに登山の様子を頻繁にアップするようになりました。登山歴的にはまだ日が浅い方ですが、どの投稿も非常に楽しそうで、山登りへの愛が十分に伝わってきます。また週に1回ジムに通われているらしく、登山の体力づくりもしっかりと行っているご様子です。登山を始めてからは登山コースの近くにある恋愛成就の神社で女友達と結婚祈願をしていたそうです。その甲斐あってか登山仲間の紹介がきっかけで、2019年に作曲家の男性とご結婚されています。結婚後はお二人仲良く、ご夫婦で登山を楽しんでいるようです。川田さんの登山への情熱と努力が素晴らしいですね。登山を通じて結婚相手も見つかるなんて、山の神様のご利益かもしれません。夫婦で趣味を共有できるのは素敵ですね。工藤勇気。女優の工藤勇気さんは富士山登頂をきっかけに登山にはまりました。日本百名山を含むいくつもの山を登頂し、山に関連した番組でも活躍しています。 NHKBS プレミアムにて放送された山女日記では、その豊富な登山経験から主演を務め、登山ガイド役を演じました。工藤さんの登山経験が番組出演にまでつながっているのが印象的です。趣味が仕事にも活かせるのは素晴らしいですね。藤井フミヤ。藤井フミヤさんは仕事で訪れた屋久島での登山をきっかけに登山にはまったのだそうです。登山歴は10年以上になるガチの登山好き、現在は日帰りでトレッキングを好んでしているとのことです。山に一人で出かけるのはジムに行く感覚、駅で弁当を買って1時間くらい電車に揺られて5時間くらいトレッキングして帰ってくる、駅に戻ってきた時に感じるギャップもいいと話す。山の中では様々な自然の音に耳を傾け、山の上からの絶景を眺めながら、またいい曲を書こうと思うし、いい曲が書けますようにとお祈りすることもあります、と語っています。達成感もある、飯もうまいし酒もうまい、出会いもある、いいことしかないと力説しています。フミヤさんの登山への愛が伝わってきますね。音楽家ならではの自然の音への感性や登山を通じた創作意欲の高まりが興味深いです。日常と非日常のギャップを楽しむ姿勢も素敵です。松田翔太。俳優の松田翔太さんは冬になると多忙な俳優業の合間を縫って足しげく雪山に通っているそうです。俳優として忙しく2年ほど休みがなかった時期があり、久しぶりに休みが取れストレス発散に友人と赤岳山荘まで行って硫黄岳まで登り、山頂でピンクの夕焼けを見て辺りが暗くなった頃、星を見たりと楽しんだそうです。翌朝下山するときにスキーやソリを持ってる人を見かけ、バックカントリースキーというのがあると初めて知り、スキーも登山も好きな松田さんは、登山をして下りを滑って降りられるなんて最高だと思い調べてみると、専用のスキーやブーツがあることを知り、そこから少しずつ新雪を滑る練習をしたそうです。そうして気がついてみたらこうなっていたというわけです、と明かしています。松田さんの登山への情熱がバックカントリースキーという新たな挑戦につながっているのが素晴らしいですね。忙しい中でも趣味の時間を大切にする姿勢が印象的です。市毛良枝。女優の市毛良枝さんが登山を始めたのはなんと40歳の時、今では登山歴20年以上の大ベテラン。初登山は誘われていった燕岳だそうですが、その1回で登山にはまり、その後は八ヶ岳やヒマラヤ、キリマンジャロを登頂したり、南アルプス、荒川三山テントパク縦走など数多くの登山経験をしてきました。芸能界ではトップレベルの登山歴の持ち主です。登山を始めたことで人生が変わり、何でもチャレンジする
前向きな自分になれたそうです。現在は特定非営利活動法人日本トレッキング協会理事も務めています。市毛さんの40歳からの挑戦が素晴らしいですね。登山を通じて人生観が変わり、さらに協会の理事まで務めるほどの情熱を持つようになったのは感動的です。小島聖。小島さんが初めて山に登ったのは30歳の時。旅先のネパールで体験したアクティビティの一つにトレッキングがあり、歩くことの気持ちよさを真から感じたそう。以後毎年ネパールに通い詰め、トレッキングの距離や山の標高を伸ばすようになっていったそうです。2008年に亡くなった父親が実の娘に聖という名前をつけるほど、南アルプスの聖岳に登ることが好きな人だったそうです。そんな父親が亡くなった時に、小島幸喜さんは初めて聖岳に登山をしたことがありました。そしてその時、登山道で見る大自然の魅力や山頂で見た景色の雄大さに感動し、登山にのめり込んでいきました。当初は標高の低い国内の山を登っていたのですが、次第に本格的になり、気づけば女優業の傍らで登山関係の仕事も引き受けるようになっていきました。小島さんの登山への情熱が父親との絆や自身の名前の由来とつながっているのがとても感動的ですね。趣味が仕事にまで発展した姿も素晴らしいです。南野陽子。女優の南野陽子さんはスポーツが苦手なので外に出ることがほとんどなかったのですが、あまりにもスタジオの撮影ばかりになってしまい、開放的な時間が欲しいなと思って、それには将来に備えて足腰を使い自分のペースで楽しめる山がいいんじゃないかと富士山に最初に登ったのがきっかけだそうです。富士山に登れたら気を良くしてしまって、そこから山に魅せられて、春から秋の間に年に2回くらいは山に行けたらと思って、プライベートで楽しむようになりましたと語っています。南野さんがスポーツが苦手なのに登山を始めたのが興味深いですね。開放感を求めて始めた趣味が今では生活の一部になっているのが素晴らしいです。アン。女優モデルとして活躍するアンさん。そんなアンさんですが、すらりとした見た目とは裏腹にかなり本格的な登山家です。国内の登山において一般登山ルートの最難関の一つとして知られている北アルプスの奥穂高岳から槍の耳、ジャンダルムを経由して西穂高岳へのルートをすでに攻略しています。スマートな見かけによらず非常にワイルドで驚きますね。ちなみにこのルートを通ることは父親である渡辺健さんの許可がなかなか下りず、20歳になるまで登ることができなかったのだとか。あまり仲の良い親子ではなかったお二人ですが、アンさんを心配する健さんの親心がうかがえますね。アンさんの登山レベルの高さに驚かされますね。父親との関係性も興味深く、登山を通じて親子の絆が垣間見えるのが印象的です。暴れる君。高校時代は山岳部に所属し、インターハイにも出場したことがあり、献立のバランスの取れ方とか、テントを立てる速さとか、山の登り方で競うそうで、全国37位だったといいます。山岳部のキャプテンとして全国大会に出場し、この大会中の登山で耐えられないほどの腹痛に襲われたのだとか。我慢できなかった暴れる君は登山道の真ん中で用を足し、笹の葉をかぶせて隠したのだそうです。しかし大会の委員長が暴れる君の笹の葉を見つけてしまい、47都道府県のリーダーを笹の葉の前に集合させ、先生はみんなの前で笹の葉をめくって確認すると、この量、この暖かさ、近くに熊がいますと断言。この勘違いから登山のルートが変更になる事態に発展してしまったそうです。暴れる君の高校時代のエピソードがとてもユーモラスですね。登山の競技性について知ることができ、新鮮な驚きがあります。まさかの勘違いエピソードも笑えます。東野幸治。東野幸治さんは2016年の富士山登山をきっかけに山登りに魅了され、東野登山隊を結成しています。メンバーは東野幸治さん、庄司智春さん、天心木村さん、椎葉幸治さん、東野登山隊ディレクターの4名です。東野登山隊とは、一歩間違えれば命の危険すらある過酷な登山に挑戦していく登山隊のようで、ガチ登山に密着したドキュメンタリーバラエティ番組が配信されています。東野さんは、僕にとって最大の魅力は達成感、頂上に着いた時に下から見上げた、あのてっぺんに今立ってんねんなっていうので大満足なんです
そしたら、とっとと降りて、下でビール飲みながら焼肉とか食べたい。ビール飲みながら、あそこ登ってんなとなるのが気持ちいい。次の山に行きたい気持ちが湧いてくる、そうです。日本中にいろんな山があるので、これからの人生の後半の趣味としては、めちゃくちゃいい趣味に出会えたなと。健康にもなるし、なおかつ土地の美味しいものも食べられる。贅沢な趣味だなと思ってやってます。と明かしています。東野さんの登山への情熱が、番組制作にまでつながっているのが興味深いですね。達成感を味わい、その後の楽しみも大切にする姿勢が素敵です。人生後半の趣味として登山を選んだ理由も納得できます。いかがでしたか。今回は登山を趣味とする芸能人の方をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。様々な芸能人の登山への情熱やそれぞれの楽しみ方が垣間見えて、とても興味深い内容でしたね。登山が単なる趣味を超えて人生観を変えたり、家族との絆を深めたり、新たな挑戦のきっかけになったりと、多様な影響を与えていることに感銘を受けます。これから登山に興味を持つ人が増えるかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。